皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。本日はですね、データの修復ソフトについてご紹介したいと思います。以前にこの動画でデータの復旧ですねをするソフトをご紹介しましたが、同じメーカーですね、そのメーカーさんから出ている、イーザスさんから出ている破損したデータを修復するというソフトが出ているんですね。データの復旧ソフトと修復ソフトって何が違うんですかって思うと思うんですが、私の経験でですね、タイムラプスを作る素材ですね、何百枚っていう写真の中で1枚とか2枚とか、まあ、そういう比率でですよね、たまにデータ開けないとか、壊れてしまうっていうのがあったんですよね。でその時はそれもう省いて、倍速にすれば、まあ、目立たなくなるなみたいな感じで、省いてまあ使ったりとかっていう風にしたんですけど、できればそういうことトラブルってない方がいいじゃないですか。その時にちょっと調べて、なんか復元する方法ないのかなって見た時に、イーザスさんからこのイーザスフィクソかな、データの修復ソフトが発売されているっていうことを私も知ってたんですよ。気づいてて、ああこれ使ったら直るのかなみたいに思っていたんですけど、その時はまあそのまま作業を進めて急いでたんでね、したんですが、今回その、使ってみませんかというレビュー依頼が来まして、気になっていたんでね、使わせていただくことにしました。で今日は、このイーザスさんから発売されているフィクソですねのデータ修復、どうやってやるのかっていうのをご紹介したいと思います。イーザスさんの今フィクソのページを、見ています。概要欄から、飛べますので皆さんもチェックしてみてください。でこれですね、動画写真それからファイルですね、ワードとか PDF とかそういうものも、復元修復化できるみたいです。以前に紹介したイーザスデータリカバリーウィザードとの違いは、あれはなんかハードディスク、SD カードとか SSD とかそういうものに保存していたデータを一回その削除してしまったってやつを復元するっていうものなんですね。で今回紹介するフィクソは、そもそもデータはあるんだけどなぜかそれが開けないというような状態で使うっていうもので、無料体験版からお試しいただけます。で、Windows 版と Mac 版があって、一応アップグレードっていうのを押すとこう料金が出てきます。で皆さん今回はですね、まあ、もしそういうケースが出てきたら一度無料体験版を使っていただいて、でそれでああこれいけそうだな、使えそうだなと思ったらこのアップグレード版にするっていう風にしてみるといいと思うんですけど、じゃあその1ヶ月1年間それから永久アップグレードっていうので、まあ、5000円ずつ値段が違いますという感じで、仕事とか作業が終わる1ヶ月の間でとりあえずこれ済ませちゃうっていうのも手だと思います。で Mac 版とね値段が違うんですよね。これなんでかわかんないんですけど、なんででしょうね、Mac 版の方がちょっと割高になってます。まあいろいろ難しいのかな、 Mac 版の方が。とりあえず、有料版と無料版で特に差はないみたいなので、ひとまず無料版でお楽しみいただければという感じですかね。じゃあ早速やってみましょう。はい、これ今ビデオの修復っていうこのイーザスフィクソを開くとこのページが出てきます。でデータの、壊れたデータってね、どうやって手配するんだって感じじゃないですか。で私もなんか昔のデータとかないかなっていっぱい探したんですけど、まあ、そういうデータもう消しちゃってるんですよね。だから手配できませんでした。イーザスさんからですねサンプルファイルっていうことでいただいてます。なのでこう実際に私が壊したデータを修復するっていう場面は今日は見せられないんですけど、こういう手順を踏んでデータの修復ができますよっていう、まあ、デモンストレーションをお見せできればなと。使い方はすごく簡単で、このソフトを立ち上げるとビデオの修復、ピクチャー修復、写真ですね、それからファイルの修復、ワードとかエクセルとか PDF とかそういうものが修復できますよというふうに出てきます。まあ、写真の修復をしたい場合はこのピクチャーの修復を、クリックして、でここにあるのがデータ、壊れたデータなんですね。イーザスさんからいただいたデータです。でこれクリックするとこういうふうにですね、サポートされてない形式のようですみたいな感じで開けないと、データはここにあるはずなのに開けないっていう状態ですね。でこれはこういうふうに、ね、ドラッグアンドドロップはできないみたいなんですよ。なので画像の追加っていうところをクリックして、該当する修復したいデータを選ぶ必要があります。まあ、このフォト1に選びましょうか。こうやって開くってやるとこういうふうに出てきます。
で、すべてを修復っていうふうにすると、あ、早くも、はい、修復ができましたという感じですね。富士山じゃないですか。ですね。で、別のケースで、すべてを修復ってやって、なんか修復できない場合もやっぱりあるんですよ。で、その時に高度な修復っていう機能があって、サンプル写真は破損した写真と同じデバイスまたは形式撮影された良好な開くことができる写真です。まあ、よくわからないと思うんですけど、破損したデータと同じカメラとかで撮った写真とか、そういうものがあれば、修復する可能性っていうのが上がりますよっていうことみたいなんですね。なので、まあ、これはちょっとできなかったんですけども、多分皆さん1日に何枚も写真撮られてると思うので、壊れていない他のデータをここに当てることで、それを元にまた修復かけることができます。これが高度な修復っていうやつみたいですね。じゃあ今度はですね、ビデオの修復ってやってみましょうか。さっきのサンプルファイルですね、いただいたファイルがあるので、それからこのビデオってやつを入れます。まあ、やることは同じですね。これでデータの修復、もしくは複数あればこの全てを修復というところですね。データの修復をやってみましょう。クリック修復に成功。あ、こうやって動画が修復されましたよっていうことですね。はい、ということで手順は非常に簡単です。であとはこれを、保存ということで、好きなフォルダに保存しておけばいいですよということですね。はい、というわけでですね、本日の動画以上になります。本当は自分が使っている壊れたデータっていうのを手配してそれでやりたかったんですけど、残念ながらちょっとそのデータがね、作業中に出てこなかったので、実際のデータでこう作業をお見せするっていうことはできなかったんですが、ひとまずまあこういうふうに簡単にデータを修復できるソフトがあるよということで、皆さんも頭に入れておいてね。で、実際そういった場面にあった時に、あ、そういえばこういうのあったなと、無料体験版あったな、ちょっと試してみるかっていうふうにぜひお試しいただければと思います。で、使い方自体はすごい簡単ですよね。まあ誰でも使えるソフトなんじゃないかなと思います。まあ、もしもの時にですね、この動画のことを思い出していただければと思います。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。